テーブルタップのですね、豆知識って言いますか、ちょっと、あの皆さんはですね、無意識のうち使われてると思うんですけど、えー、ちょっとそれとですね、電光沢規定の関わり合いですね、そんなのをお話ししてみたいす。これあの、キャップです。えー、と、これま、あ、我々、U, U キャップですけどね、えー、U キャップの企画ですね、えー 企画がですね、どうなってるか言ったらですね、1 2 5ボルトのですね、7アアなんですね、これ。7アなんですね。で、あの、7アのコードというのは、ビニールコードですね、平行の、ビニールコードですね、ビニールコード、コードですね。これ、あの、許容電流がですね、 これ7アンペアなんですね。7アンペア。で、断面積がですね、えー、断面積がこれ、コンマ75平方ミリなんですね。で、あの、電線の場合ですね、こ断面積表示いうの場ですね、これ、寄り線なんですよ、これ。えー、寄り線なんですね。 で、あの、単線の場合はですね、えー、単線の場合は、単線はですね、直径表示ですね。えー、直径で、えー、示すですね。で、あの、このコードですね、これレナ5なんですけど、これ実はですね、あのー、電光サス規定でですね、えー、0アンの、普通ね、二アンのブレーカーであってですね、 ま、これ、あの、えぇ、ー、16単線ですね。16か、あ2ミリで、ま、普通配線してあるんですが、で、この線からですね、こう、えー、短い線をですね、えー、細い線をですね、えー、細い線を、えー、出す場合ですね、えー、この20アンペアの、えー0.35%ですね、 20アンペアかけ、えー、これは7アンペアですよね。えー、で、7アンペアならばですね、これ8メーターまでいける。35%以上でしたね。えー、35%以上のですね、えー、まあ、電流値ですね、許容電流があればですね、 ある、えー、電線ですね。は、8メーターなんですね。8メーターまで、OK なんですね。で、ということは、あの、このテーブルタップですね、えー、8メーターいけるんですけどね。ところが、あの、これ、寄り線でしょ その細いです。30分ぐらいあるのかなその寄り線はですね、1本も切らずにですね、あの、ここにですね、施工、まあ U キャップとかテーブルタップにですね、えー、取り付けるということはまず無理なもんですからね。無理です、まずね。まあ我々、電気屋でもですね、まずそれは無理なもんですから、そうなるとですね、この共用電力7分んてないわけですね。となると、これ以下ですとですね、これ3メーター前ですね。えー、だから、 7アンペア以下ですね。3メーターですね。3メーターまで行くことです。コードを使えると。こういうことなんですね。まあ、従って、あのー、この16からですね。まあ、2ミリでもそうですけどね。あの、その配線からですね、えー、こう、コンセントから、こう、クッと差し込むときですね。 まあ、うまくいけばね、8メートルいけますけど、まあ、これは、我々みたいな、その、電キャでもですね、この中のですね、あの、細い線を一本も切らずにですね、えー、断線せずに取り付けることは無理なもんですから。まあ、3メーター。までですね。えー、この U キャップからですね、U キャップからこのコンセントまでですね。コンセントまでですね、まあ、ここまでがですね、3メーターまでと。 えー、に留めておくという必要がある。これは、まあ、いわゆる、あのー、電気工事屋のですね、工事のですね、えー、規則なんですけどね。まあ、テーブルタップもですね、それに準じてやると、まあ。こういうことになります。まあ、従ってあんまりですね、長いですね、えー、この <coughs>、コードで使ってテーブルタップを使うということは、まあ、規約違反にもなるわけですね。従って、もし長くするんでしたらですね、あの、これ、あの、<coughs> ヘコビルのコードですね。強電力がですね、えー、っと、一と十あ十二アンペアですね。十、え、二、ー、アンペアがあって、断面性が1.25というのがあるんですわ。ちょっと太いのがね。これを使われたらいいと思うんですね。